マドラス包囲戦は第3次カーナティック戦争中の1758年12月から1759年2月まで行われたフランス王国によるイギリス東インド海車両マドラスの包囲である。ナリー白爵率いるフランス軍の激しい攻撃にさらされたマドラスはイギリス軍の奮戦で持ちこたえた。イギリス軍は戦いの中、 砲弾を26,554発、銃弾を20万発も撃った。マドラス包囲の失敗は失望を持って迎えられ、後のバンディバッシュの戦いの敗北もあり、フランスのインドにおける計画は大きく後退することとなった。このイギリスの勝利は1759年の奇跡の年の一部となった。イギリスとフランスはインドにおける植民地建設でずっと争いをしてきた。 1746年のマドラスの戦いでマドラスは落城したが1748年に返還された。戦争が再び勃発すると両国はまたもや敵対した。1757年中はロバート・クライブによる数回の勝利でイギリスが優勢であった。1758年、ラリー・伯爵は援軍を率いてポンディシェリーに到着。 コロマンデル海岸で作戦を開始して、セントデビット要塞に的を絞った。当時イギリス軍のほとんどはクライブと一緒にベンガル地方におり、この知らせはイギリスに不安をもたらした。ラリー伯爵は1758年6月にマドラスを攻撃する予定だったが、資金不足によりまずは誕生ルを攻撃して失敗。モンスーンにより進行はさらに伸び。 フランス軍がマドラスに到着する頃にはすでに12月になっていた。このミスでイギリスに準備の時間を与えてしまい、遠征軍を呼び戻されイギリス中流軍は4000人に膨れ上がった。ポンディシリー包囲戦でフランス軍を指揮している司令官ラリー伯爵。彼はマドラス包囲戦の時もフランス軍の司令官だった。 1758年のマドラスは大きく分けて二つに分かれている。防御工事がほとんどなされず、現地民が住むブラックタウンとセントジョージ要塞を含みヨーロッパ人が住むホワイトタウンである。12月14日、フランスの部隊は無抵抗のブラックタウンに入場。防御工事が施されていない状況を確認すると略奪を始めた。イギリスは ウィリアム・ドレパー率いる600人の総期部隊を出撃させて試算しているフランス兵士を攻撃、激しい紫外戦のスエセント・ジョージ要塞に撤退するまでに両軍それぞれ300人の死者を出した。戦闘の結果は決定的ではなく被害者数も互角にもかかわらず、フランスの士気は大きく下がった。フランス軍の2人の指揮官、ナリー・ハクシャクとビュッシー・イコール・カステルノー・コシャクは、 ソティ部隊の出撃を阻止できなかった責任をお互いに擦りつけ、ラリー伯爵は副官のビュッシーイコールカステルノの公爵を公の場で激しく批判した。フランスがブラックタウンを一通り平定するとセントジョージ要塞の包囲に取りかかった。イギリスにとっては不思議なことに要塞はフランスからの攻撃がないまま3週間過ごした。これは 工場兵器の弾薬不足で攻撃ができなかったためだった。1759年1月2日、ようやく準備が整ったフランス軍は5日間砲撃を続け、不評を突撃させたが、入場は叶なわなかった。城塞の下で大きい爆弾が爆発したが、これも効果がなかった。攻撃の効果がないことが明らかになると、フランス軍の士気はさらに下がった。 多くの兵士が逃亡し、イギリスに寝返る兵士が150人に上るほどであった。ラリー・ハクシャクは、後方からも攻撃を受けた。チングルプットのセポイ指揮官、ムハンマド・ユース・フハーン率いる、セポイ部隊は唯一マドラス城内に撤退しなかった、イギリス部隊であり、フランスの補給船を拡乱していた。彼は、ラリー・ハクに撃退されたが、マドラス近郊で行動を続け、 補給を略奪したり阻止したりした。イギリスの守備隊を指揮したウィリアム・ドレーパー数週間にわたる激しい砲撃の末、マドラスの守備はほころびを見せ始めた。捕類は壊され、城壁にも突破口ができてしまった。夏季の応酬でほとんどの家屋に断痕ができていた。1月30日、イギリス海軍のフリゲート一隻がフランスの海上封鎖を突破して、 マドラスに大金と増援をもたらした。それだけでなく、ジョージ・ポコック提督率いる大艦隊がカルカッタを出航して、マドラスに向かっているという知らせを届けた。ラリー伯爵がこの知らせを知ると、すぐにポコックの到着より前に陥落させないと、勝ちは無理という結論にたどり着き、総攻撃を命じた。2月16日、600名のイギリス部隊を乗せた6隻のイギリス船が、 マドラス外洋に到着した。増援の脅威に直面した、ラリー・白爵はすぐさま南への撤退の決定を下した。マドラスの勝利は1759年の奇跡の年におけるイギリスの勝利の一部となった。イギリス軍はインドで反撃を開始、1760年のバンディ・バッシュの戦いでフランスを敗走させ、さらに1761年に フランスの本拠地ポンディシェリーを占領した。ありがとうございます。